これやわ、これっすわ。これが大阪情報ですわ。これが大阪情報です。このホールに夢を描いて、このホールに立つことを夢描いて、ずっとずっとこう歩いてきて、いろんな人に出会わせてもらいました。感謝の気持ちでいっぱいです。声が聞こえてきますね。ここに来たかったんですよ、ずっと。5、4、3、2、1、送信！大阪城ホール2013年4月8日に大決定！ないままだった。大阪城ホールおめでとう。ここに来るまでほんまいろんなことがありました。宮崎でもね、おじいちゃんが、倒れて、この後どうなるのかって、ライブはやるのかやらないのかとかいろいろあったんですが、あの時に、本当にみんなが一つ、大が本当に大事な人のそばにいたいっていう気持ち、そしてまた、宮崎のみんなの気持ちも含めてですね、本当にみんなが本当にこう一番大事にするものはやはりこう一人一人への命っていうような、その時にすごい感動しました。それを一生忘れず、1万人の方がいらっしゃいますが、一人一人に歌うようなそんな気持ちでぜひ歌ってください。それまで僕たちは全力で応援します。大橋正信です。今回この大阪が生んだ奇跡の魂のロックバンドオカンが、大阪城ホール1万の人の夢に向けて動き出しました。本当にこのイベントを通して、この大阪からこの弟分が日本そして世界に向けて本当に素晴らしいエネルギーを発信していきます。ぜひ皆さん、大阪城ホールでオカンの夢を共に応援して、そして共に奇跡を見ましょう。いよいよ、オカンの大阪城ホールが、決まりまして、ファンの歌を初めて聞いて、あんなに
泣いたのは初めてで、歌で泣いたのは初めてでした。僕は人生かけて本気で、応援させていただきたいと思います。1万人の人たちの人生が変わり、そこから、日本中の人たちの人生が変わるような、そんな、最高のライブになりますので、日本中の人たちが大集合して最高の伝説のイベントに、作っていきましょう。よろしくお願いします。中村文明です。大ちゃんはじめ、おかんのみんなおめでとう。さんざん何年も前から、夢に思ってた大阪城ホールが決まったということは風の噂で聞きました。だけど完全燃焼でそこをぶつかっていって、後からいや大阪城ホールは通過点やったんよみたいに言えるようにならな嘘やなと思うしです。やれるだけのことやってね、それで燃え尽きてほしいなと思いますけども、もし疲れた時は電話してください。フミビタンビティを届けに行こうと思っております。はい、ということで頑張ってください。応援してます。この前ね、トーク応援のイベントでおかんと一緒させてもらって、すげえかっこよかったんで、俺も来年の大阪城ホール楽しみにしてます。一緒に参りじゃないとつまんないと思うんで、みんなで盛り上げていこう。アイムでした。山崎拓海です。おかんとの出会いは衝撃的でした。もう驚きました。耳で聞いたという魂で受け止めたという感じです。心に突き刺さったり痛いところがあったり、いや僕の方が前乗りして、こう伝えてくれ、ああ言ってくれみたいな気持ちになる、そんな一緒に聞いてるんじゃなくて奏でてるというか、なんかそこで出会ってしまったみたいな衝撃でした。そんなおかんが16年思い詰めて、そしてとうとう大阪城ホール17年目の夢として、2013年4月8日お釈迦様の誕生日に叶う。おめでとうございます。俺たちめでていきますよ。大阪城ホールみんなで詰めかけようぜ。おかんのみんな、大阪城ホールのコンサート決定本当におめでとう。おかんの歌には人生にとって大切なことが本当にたくさん込められていると思う。人生を立ち止まったり前に進むことができなくなっている人一人でも多く、生きる力を呼び覚ましてほしいなと思っています。いい曲をたくさん作ってください。頑張れ、絶対成功間違いなし。しんちゃん、おかん、城ホール、公演決定おめでとうございます。僕もですね、応援いろいろさせてもらいたいと思いますんで、ボコボコ頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。回ってんのこれ。おかんメンバー大阪城ホールおめでとうございます。井上圭一です。いろんな苦労を乗り越えてですね、大阪城ホール決まったということで、本当に、俺も自分自身のことのように嬉しく思ってます。俺も、いろんな、公演とかをさせてもらってやってるんですけども、やっぱり、俺が2時間話すよりも、たった1曲の、音楽の方が、人にすごい影響力を与えると思ってます。本当最初の頃より顔つきも変わってきて、これからもいろんな人に、元気と、勇気を与えるような、そんな、おかんであってください。本当に大阪城ホールおめでとうございました。おかん、嫁しなに？またカレー？毎回カレー、肉じゃがかカレーどっちかやろ、もう頼むで俺。どうも、100人の一歩のゆいです。おかん、大阪城ホールおめでとう。来年の4月8日めちゃくちゃ楽しみにしてます。日本中におかんの歌が届けられることが本当に嬉しいです。愛と勇気と感動と、おかんの歌には人を変える力を持ってると俺は思う。これからも一生応援していくからよろしく。魂が触れる話、K です。おかんおめでとう。本当に嬉しいです。おかんの羽ばたいていく姿が俺たちの励みにもなるし、その飛び立つ姿を見てまた後に続く飛び立つ人たちの、支えにもなっていくんじゃないかなと思います。俺たちも負けずにもっともっと飛べるように頑張っていくので、お互い頑張りましょう。そして、思いっきり本気で応援させていただきます。岡村です。
かんのメンバーの皆さん、今回はですね大阪城ホールコール本当に、おめでとうございます。本当前々から言った、ね、夢が一つ、念願が叶って本当に僕もすごく、嬉しいです。来年の4月8日本当に大阪城ホールをこう満タンにするように僕も、ね、できるだけ、ね、できる限りのことはして応援するんで、ぜひね、頑張っていただきます。僕らも本当できる限りのことするんで、本当にそれに向かって頑張っていきましょう。今回ですね、大阪城ホール本当におめでとうございます。西田文也です。おかん、大阪城ホール単独会公演開催おめでとうございます。まあ、おかんに最初に、何年か前に会った時に私は非常に厳しいことを申し上げました。まあ、その後も会うたびにですね、まだダメだ、ここがこうだというような厳しいことばかり頑固親父のように言ってきました。そして、先日静岡で東北のチャリティー公演があった時に久しぶりにおかんに会ってですね、その時今までと違いですね、非常に素晴らしいというふうにおかんに言ったらですね、先生褒めないでください、褒められるとやる気がなくなりますというふうに言いました。で、まあ実はそれはですね、その瞬間にやはりそのおかん自身がそのプロなんだなというふうに感じたんですね。おかんのグループでなければですね、できないというですね、そのオンリーワンのですね、プロとしてのお客様に感動、希望、勇気を与えられるですね、そのチームにこれからますますなっていっていただきたいというふうに思います。本当におめでとうございます。夢の実現おめでとうございます。名取隆信です。めちゃめちゃ嬉しいです。みんなの歌から僕はなんかこう本当のかっこよさっていうのはかっこ悪さのねその奥こう通り過ぎたところにあるのかなっていうか、まっすぐにストレートに自分の思いをこう歌にしてまた演奏に込めてやってることがものすげえかっこいいなっていうことに僕は気づかせてもらいました。これからも、この夢の実現をステップにですね、もっと大きいところにこうもっと大きいステージに上がりながら多くの人に魂の叫びを伝えてもらいたいと思います。応援してます。ありがとうございます。じゃあねー。大阪の星、大阪のロックバンド、おかん、大阪城ホール、単独ライブ決定おめでとうございます。イエーイ。おかんの皆さん、アントレプレナーセンター福島です。いつもねおかんの噂をあちこちで聞いててどんどん夢を叶えてるなって思っていつも僕も勇気をもらってます。今度なんか大阪城ホールでいよいよやるって夢を聞いて興奮しています。これからもずっとおかんのこと大好きです。また会えることを楽しみにしています。夢を実現させましょう。ありがとう。初めて本当にあの歌聴いた時に涙が止まらなくてもう大ファンになって、それから本当に応援しててんけど、大阪城ホールほんまにできんのかな、ほんまにできんのかなって思ってたけど、それを実現したな。もうその姿ずっと見せてもらったで。だからこれからもずっと応援するし、本当にその姿をみんな多くの人に見せていってほしいな。それがみんなの勇気希望になるから。本当に他のメンバーが大好きやし、これからも一生よろしくお願いします。本当に応援してるよ。こんにちは、森源太マンです。ロックバンドおかんの4人とそしてその周りの仲間のスタッフのみんながついに2013年4月8日城ホールの舞台に立つこと、中学生の頃からの夢のステージやけんね、間違いなく本物のステージにしてくれると思います。同じ仲間として、ミュージシャン仲間として心から応援し
そして共に頑張ろうの思いでいっぱいです。どうもありがとうございました。おかん頑張れー。イエーイ。俺も頑張ってねー。